僕たちはアンカフェです。今新宿のマルイというデパートの中に来ています。アンカフェというバンド名は彼が大好きな競馬の馬から取りました。僕たちはビジュアル系と呼ばれるジャンルの中で音楽をやっているんですけども、男が女っぽい化粧だったりとか、あとはもう髪をツンツンに立てたりとか、最近のビジュアル系はダークなものよりポップでおしゃれなものの方が主流になってきていると思います。その中でも割と自分たちの個性を活かせるようなダンスロックっていう踊れるこうリズムの気持ちいい音楽を主体にやっています。こうビジュアル系っていうバンドは結構日本の中でもやっぱ東京にそういうジャンルの中のバンドがすごい集中してるんで、競争率も高いし、すごいなんかお互いに刺激もあるし、だからこそなんか自分たちの個性も見えやすいと思います。原宿っていう街はすごいビジュアル系のやっぱこういう服装の面ですごいこういうファッションのお店がすごい多いんですよ。まあ、なんか個性がある人がたくさん集まるんですよね。目立ちたい人たちとかが多分その原宿に集まって、で自分の格好とかを周りに認めてもらって、なんかそういうところだと思う。あの原宿っていう街が主にビジュアル系を知られていて、でそこでやっぱ歩くと言われます。キャキャ。ヤッピー、アンカフェライブ行くぞ、イエーイ。あの原宿三部作っていうのは家臣の中に主人公がいまして、それは全部原宿を舞台にしている歌詞で、そのなんだ主人公の原宿でのストーリーをいろいろなその、1回目に出したのと2回目に出したのと3回目に出したのでいろいろ分けて書いています。で海外のロックバンドでもすごい好きなバンドさんがたくさんいるんで、だから海外の方にも日本にすごい興味を持ってほしいし、その中でも僕たちに興味を持ってくれたら嬉しいです。ヤッピーアンカフェ東京ジャパン。